はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回もね、フィギュアをご紹介していきますよ。はい、今回ご紹介するのはね、こちらです。じゃん。はい、またあのことぶき屋から届きました、鬼滅の刃です。富岡義勇、はい、私の推しですね、富岡さん。はい、こちらがことぶき屋から出ました。はい、ですので今回はね、こちらをご紹介していきたいと思います。はい、まだビニールに入った状態なんでね、はい、後ろもね、前回紹介した板取りと違って後ろはもうくり抜きですね。うん、背面が見えてる状態ですので、まあ、このまんま保存するっていう方法もありっちゃありだね。ではね、早速ブリスターの状態持っていきましょう。はい、ブリスターの状態ですが、こんな感じですね。やはり頭にクッションがかませてあります。はい、でこちらに日輪刀が見えますね。で、底面にね、底面に説明書が貼り付けてあります。これはもう台座ともう固定なのかな、これ。うん、台座と一緒っぽいね。うん、ということでね、では早速本体見ちゃいましょう。はい、途中なんですけれどもね、本体取り出すとね、こういう風にビニールが挟まってます。これはね、どうやら頭部のパーツを外さないとこのビニール取れない仕様みたいですね。うん、はい、こういう感じで外して、取り出すと。はい、で頭部を戻す。はい、でこちらが本体。いや、いいね、これやばいな。いや、出来がいいね。やっぱり市販品はすっごいクオリティ高。この水しぶきのね、この台座もすごいな。うん、このうねってる感じ、このうねってる感じもよく再現されててすごいな、これ。やっぱね、台座と本体はつながってますね。はい、でこの前傾姿勢をとっているポーズ、いいね。この指のね、この動きもね、なんか表現されてて、いいですね。動きがある指で、富岡さんのこの顔、いや、よく再現されてますね。この無表情って何を考えてるかわからないようなこの表情でもキリッとしてるね。整った顔、これかっこいいわ。いや、髪の毛先までやっぱね、ちゃんと作られてますね。いや、いい。後ろにちゃんと滅というね、鬼殺隊の文字が入っています。やっぱね、ところどころにね、陰影が施されててね、めっちゃなんか高級感がありますね。シワとかの再現も細かい、素晴らしいね。こちらが日輪刀、富岡さんの日輪刀、悪鬼滅殺つけることによってね、幅が広くなるんで、ボリューム感も出ますね。
つものことなんですけれども、こちら、はい、出ました、ことぶき屋限定表情解パーツ、こちらも付属してます。ではね、これ取り付け替えてみましょう。はい、頭部のね付け替えなんですが、こちらの中央部分からこう外してね、前髪を、はい、でこちらはフェイスパーツというか、もう首ごと特解ですね、これね、うん、でこちら特典顔パーツを新たに取り付ける、はい、でこの前髪パーツを元に戻す、はい、じゃん、正直千番です。ちょっとね、富岡さん怒ってますね、これね怒り顔パーツですね、叫び顔、はい、で元に戻す、はい、これによってね、表情が変わってちょっと鬼気迫るような感じ、うん、もう攻撃的な感じになってますね、うん、いやー、冷静な富岡さんですが、なんかこう表情が変わるだけでなんかまた違った感じに見えますね、うん、これはいい、やっぱね、こういうことぶき屋のものはね、ことぶき屋限定で買った方がね、こういうちょっとしたおまけがついてくるっていうのはありがたいですね、うん、まあ、ただし定価ですけれどもね、はい、割引は一切ないです。いや、これはこれでいいけど、やっぱ通常顔パーツの方が私はいいですね、このね、この無表情、やっぱ富岡さんっつったらこのね、もう何考えてるか分かんないこのクールさ、はい、これがいいんですよ、はい、ということで元に戻すしたいと思います。はい、ということでね、こちら富岡さんご紹介してきましたが、ここでね、ちょっと私の一手間加えたディスプレイをご紹介したいと思います。はい、それがね、こちら、はい、畳の台座です。はい、こちらはね、今からご紹介しますが、うん、別のお店で購入したものです。この畳心と書いて上司、はい、畳工房上司、これがね、後ろはね、こういうなんかすごいクッション材みたいなのがしてあってね、滑り止めなのかな、うん、まあ、まさにね、フィギュアを飾るためにあるような畳台座、はい、これにちょっとね、乗せてみましょう。はい、どうでしょう、まさに畳、和ですよ、和、もうね、鬼滅の刃にはもうバッチリ合う台座だと思いますね、まあ、台座、置物、敷物、はい、いや、これは合うね、うん、めっちゃ合うわ、この畳、いや、これね、いいね、しかもね、これ義勇さんのカラーなんです、カラーなんですよね、うん、義勇カラー、義勇のためにある畳柄ですよ、これ、いや、これはかっこいい、映えるわ、フィギュアがね、めっちゃ映えますね、この台座は、いや、これは素晴らしいね、いや、もうこれで飾りますよ、私は、はい、ちなみにこれはね、本物の畳です、はい、もうまさにジャパニーズ畳ですよ、これもうね、匂いも畳の匂い、すっごいよくできてる、うん、こう裏のね、こう滑り止めみたいなのもね、これね、すごい気遣いを感じますよね、もうまさに和のおもてなし。で、私はね、これを購入した時にね、こうね、コースターをもらえたんですよね。はい、いいじゃないですか、これね。コップを置くにしても、お茶をね、置くにしても、すごく便利なもの。こういうのをつけてくれるね。やっぱね、こう、おもてなし心。この気遣いっていうのがね、すごく感じますね。うん、
素晴らしいお店です。はい、そのお店をねちょっとご紹介したいと思います。こちらですね、小畑畳店。はい、こちらですね、一応これサイトなんですけれども、まあこの小畑畳店で検索すればヒットします。はい、でメディア取材とか功績とかもねすごい紹介されてるんですよね。うん、まあ、海外向けにも紹介されてますし、まあ、こういう表彰とかもされてますね。はい、でケーブルテレビにも紹介されてます。はい、で新聞にも取り上げられて、いやすごいですよこれは。でこれは東海テレビのふるさトーク、はい、こちらでもご紹介されていますし、でここにもね鬼滅の刃社会現象ということでね、まさにこういう感じでテレビで取り上げられてます。はい、でこれねフジテレビでもやってます。ほんまでっか TV でもねこう紹介されてるんですよ。まあ、こういう感じでね使用できますよとかね、うん、フィギュアを置くミニ畳を販売、ネットで評判となり注文が殺到っていう風に、紹介されてます。でこのねマツコの知らない世界、こちらでも取り上げられてるっていうのすごくないですか。めっちゃすごい。 TBS でもやってますね、岐阜新聞。でこちらフジテレビのノンストップ、ノンストップでも紹介されているっていうね。いやーすごい。あれ見たことあるな。ということでね、これ私のもね紹介してくださってるんですよ、おばたたたみてんさん、コズの趣味部屋、はい、YouTuber、 はい、YouTuber さんが当店の商品を紹介してくれました。感謝しかないほど丁寧に紹介されています。ありがたいですねってね、こちらこそもうありがたいですよね。こういう風に紹介ホームページでね紹介していただけるなんてね思っても見ませんでしたよ。もう噛みまくりですけれども、はい、こうね、あと日テレのチップでもね紹介されてます。鬼滅ブームの人気店、はい、こういう感じでね、うん、紹介されてますね。いやーいい。ということでね、こちらね他にもね雑貨とかあるんですよ。こういうね、髪を結ぶリボンとかね、あとこういうバッグ、おしゃれじゃないですか。うん、女性の方が持つにしてもすごくおしゃれ。うん、こういうバッグとかね、一見すると畳じゃないみたいな感じですけど、うん、めっちゃおしゃれ。で開運純金円宝くじケース、すごいですね。こういうのもあるんですね。うん、という感じでね、いろいろと畳を使った商品をねネット販売している会社です。はい、ぜひね皆さんもねこちらのね畳、興味があってね、もし購入される場合はね、ちなみにこれ安いんですよ、結構1400円ぐらいだったかな。うん、畳、しっかりした畳作りなのに1400円、安いですよ。はい、でね購入する際にはね、ぜひコズの趣味部屋というね、チャンネルを見て来ましたっていうとね、漏れなくね、こういうコースターがつきますっていうのは嘘ですけれどもまあでも言っていただければ何かしらつけてくれるんじゃないかなわからないけど、はい、そこら辺はねちょっと試しに行ってみてください。はい、ということでね、これをねまたいつものごとく回転台座に乗せてお別れしたいと思います。このチャンネルを見てね、ぜひ良かったと思っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。